福岡県では緊急安全確保が発令されているエリアがあります。では詳しく見ていきましょう。こちら黒色で表されているエリア、緊急安全確保発令されているエリアとなります。福岡県の添田町、そして東峰村ですね、朝倉市、そして浮橋、久留米市、中川市に緊急安全確保が発令されております。こちらは大雨警戒レベルとなりますと緊急安全確保ということで5に相当する情報となっております。安全に避難できない可能性もあります。そういった場合は自宅の2階以上で崖や急な斜面などの反対側の部屋、もしくは近くの頑丈の高い建物でお過ごしください。では現在の雨の状況を見ていきましょう。こちら福岡県ではゴーといった激しい雨の降り方をしております。雨雲を重ねてみますと発達した雨雲が現在福岡県上空にありまして、その元では激しい雨の降り方が断続的に続いております。この大雨によりすでに大規模な浸水などの災害が発生している恐れもあります。周囲の状況をご確認いただき、できるだけ命が助かる可能性の高い行動をするようにしてください。またこの後の雨雲の動きはアプリからもご確認いただけます。アプリ開いていただきまして、傘マークレーダータブから雨雲モードです。こちら現在の福岡県にかかっております雨雲、時間を送って見ていきますと、この後も断続的に活発な雨雲が流れ込み雨が降ることがあります。また雨の降る量に関しましては、こちらピンを立てていただきますとグラフで降り方についてご確認いただけます。ぜひこちらアプリもご活用ください。